万水川と川を下る、かやっ万水川は、長野県安住野市を流れる信濃川水系の河川である。洗浄地特有の湧水を使った、大王わさび農場万水川は、中心平の中では最も低い位置にあり、すべての洗浄地が集まる場所である。延長は7 4トル安住の一帯は、複合洗浄地で砂歴が多く、 地表の水が一旦地中に潜ることがあり、さらには一旦は先行した水が、洗浄地の先端から、再度湧き出すケースも多く、地元では、そのような場所を花見と呼び習わしている。花見の代表的な河川が満、水川である。盆地の途中から湧き出し、北、南の双方から、万の水を集めて、清し流れを形成するところから名付けられたとされる。小さいながらも豊かな水量で、 周辺の全国一の生産コート規模のわさび田を1日70トンの遊水群が潤している。黒沢明の映画、夢の撮影場所としても知られる。また、水質が良いことから、カヌルイストやカヤッカーラに人気がある。長野県安住野市の中央部に流れる女沢を源とする。大王わさび農場の構内生誕を流れ、安住野市赤市品中川でで、西川に合流する。 AB 関東農政局さらに詳しく万水川、ありがとうございます。